どうも、花田でございます。今日はですね、車に乗ってママと勝利くんと福岡県は福津市鯉の浦海岸のあたりにね、ちょっと行こうと思うんですけども、なぜかと言いますと花火大会が行われるということで、今日はそれちょっとね、前から楽しみにしましたんで、そこに行きたいと思います。イエイ勝利、イエーイ、イエーイ、イエーイ、花火大好きだもんね。そう、勝利くん花火が大好きなんですけど、本当に好きだよね。冬のクリスマス花火大会ということでね。そうなの？そうです、そうです。結構今花火業界も大変なんですよ、コロナで。でそんなコロナの中でも生き抜くために考え抜いた花火界の風雲児、アキノアートファクトリーさんね、これ本当すごいんでですねそういえばあれなんですよ、この花輪チャンネル始めてもうすぐ1年になるんですよ。1周年、早いね。おめでとうございます。クリスマスに始めたんだよね。12月24日に始めて。そうなんだ。それで今日はちょっとせっかくあの福津市行くんで、早めに行って向こうでちょっと美味しいものを食べようかなっていう感じでございますんで、海がすぐお隣ですからお寿司なんかいいんじゃないかなっていうお寿司、イエーイ、行きましょう。じゃあ花輪チャンネル、さあということで着きました福間海岸。ほら見てこれ、うわやばい、いやーすごいですよ。はい、そして今回呼んでくれたトシさん、おはようございます。どうもどうも、お久しぶりです。じゃあお久しぶりでございます。いやいや、どうもトシ三浦です。よろしくお願いいたします。はい、トップガンというですね、はい、お店をあのバーやられてるんですけども、はい、今回ちょっとトシさんから花火大会ありますよ。ありがとうございます。そうなんです。よろしくお願いします。すごい綺麗ですね。いや、ね、すごい。最高。福間海岸最高です。福間海岸。福間海岸っていうんだ。そうなんです。いや、ほら。これみんなサーフィンしてる。ここはもう夏だじゃん。そうですね。最高、めっちゃいい。勝利くんはもうすでに砂遊び。砂遊びしちゃってるね。だって勝利も海なんかあんま来たことないもんね。でございまして、ブツツクってあのタイのタイのそう乗り物、これでちょっと今回案内してくれそうなんで、あ、中西さん、中西さん、どうも、よろしくお願いします。こんにちは、どうもいらっしゃいませ。今日はちょっとこちらで皆様をご案内しきれない、ご案内できればと思います。やった、なんか聞いたらここはグランピングできる場所も、グランピングもはいあるし、ここまでございます。ちょっとこれ見てみたい、いいですか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。乗りたい、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 寒いですけど、じゃあ入ってください。じゃあそうだね、じゃあよろしいですか。お願いします。行きます。いいね、これはこちらパン屋さん、はい、パン屋さんで、こちらが寿司屋の一徹からお寿司屋さんですね。まあ、職人が手を取ってくださいやったー、すいませんいやー、あれまたね、こちらでご飯食べれるのかな。はい、ご用意します。イエーイ。そしてこちらからいよいよグランピングエリアに入っていきます。中見ていいですか。中どうぞ、はい、うわ、めっちゃ綺麗。そう、マジ本当、すげえ。あ、こんにちは。あ、すごい。ちょっと見てみたい。うわぁ、最高。なにこれ、なに、お家じゃん。うわ、いいな、これすごい。ここは最高。やば。おうちこたつがある、あなたが大好きな。本当だ。こたつも、花輪が大好きなこたつ。こたつもあるし、ベッド見てほら。ベッドもあるし、いや、かわいい。お外もほら、ここバーベキューできるよ。すごくない？本当だ。外もほら。ここで海水浴して。ほら、外もバーベキューできるよ。めっちゃいいじゃん。いや、めっちゃいいじゃん。かわいい。あちらが今日の花火が上がる、はい、鯉の浦。あ、それ鯉の浦じゃん。あそこで花火見ながら、いや、めちゃくちゃいいじゃん。最高じゃん。バーベキューもね、これできてね、はい、勝利、ここ滑り台もできるよ。すごい、本当だ。滑り台、本当だ。子供絶対喜ぶよ、これ。あ、もういいよ、いいよ、はまんないでよ、はまんじゃない、大丈夫。おおすごいところだね、これ。じゃあちょっとここのお隣の、そのさっき言ってたお寿司屋さん行きましょうか。あ、ほんと行く、はい、行く、行く、行く、行きましょう、行きましょう。
花輪チャンネル。本日のお食事会場はこちらです。うわあ、失礼いたします。すみません。どうぞ。失礼します。すみません。出てください。うわあ、すごい。何なんか本当貸し切りみたいな。絶景じゃん。すごいですね、このロケーションがまた。ありがとうございます。先生、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。寿司屋台海の色さんということで。海の色さん、海を眺めながらね、すごいサーフィンしてる人、あれヨット、あれなんだろう、ウィンドサーフィンだったりとか、サップだったりされてる方が多いですね。すごい、すごいな。じゃあ今日ここでお食事をいただこうかなっていう感じでございますけど、よろしくお願いいたします。今日はお酒は飲まれます？いただきます。はい、そうしましたら、うちのオリジナルの白ワイン、あの自社で作ってるドイツのリースリングというブドウを使った、甘口にはなりますけど、甘口大好きです。と、あとはあのワインと同じ製法で作ったうちのブドウジュースですね。お、こちらも、はい、あ、じゃあ僕もそれブドウジュース、ブドウジュースを、はい、かしこまりました。ではじゃあ乾杯しましょうか。はい、はいはい、ということでございまして、花輪チャンネル1周年おめでとうございます。はい、おめでとう、翔ちゃん、おめでとう。めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。やば、うまっ。え、これ何、めっちゃ美味しいんだけど。美味しい、このジュース。それでは早速ですけど、ちょっとお料理の方は、ありがとうございます。お待ちしてます。お刺身お願いします。うわ、え、ちょっと待って待って待って、え、嘘でしょ。失礼いたします。二人がかりで、嘘でしょ。なんだこれ。いや、嘘。失礼いたします。いやー、やばいな、これはすごい。おいしそう。なんですかこれ。こちらからマダイ、そしてこちらシマアジ、あとは伊勢海老。うわ、はい、いただきます。うん、めっちゃうまい。マジコリコリ。伊勢海老にしたいしょ。やっぱコリコリでもめっちゃうまっ。めっちゃ美味しいね。やばいね。最高が出た。めちゃくちゃうまいわ。いただきます。コリコリ、コリコリ美味しい。うん、うわ、本当だ。美味しいですね、身が締まってて。ありがとうございます。脂も乗ってるし、さばきたてだとやっぱりこう、締まら、あの、いい意味でですね、弾力がこう、ちゃんと残ってるんで。それが私大好き。美味しい。うまい。はい、じゃあこちらですね。え、うわわわわわわわ、ちょっと待って、天然の島フグ。すごい、天然のフグだ。島フグ、触ってもいいよ。触っても、気をつけて、噛まれたら危ないからね。一緒に触る、うん、この辺。うおぉ、いいっすか。大丈夫です。柔らかい、こんな柔らかいのフグって。うわぁ、トップクラスじゃないですもんね。同じ勝利と同じ。いや、すごいですね、これ。はい、あの、もう、うん、花輪チャンネルさんが1周年ということで、あ、お祝いのフグになります。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、ありがとうございます、ね。はい、じゃあこちらちょっと作っていきますね。あ、お願いします。すいません、お願いします。うわ、失礼いたします。なんだこれ。先ほどの島フグですね。うわー、こんなになっちゃったの、あの子たちが。あらららら、こちらでしゃぶしゃぶで召し上がる。もちろん、あの、お刺身でも全然結構です。醤油やポン酢使ってお刺身でも召し上がってください。すごいな、この量。じゃあいただきます。うわ、おいしい。うわ、身が締まってる。うまい、コリコリですね、これ。歯応えが、歯応えがすごい。じゃあ塩ポン、塩ポンでいただこう。いきます。うん、おいしい。あ、この塩ポンめちゃくちゃおいしい。あ、そう。うん、おいしい。失礼します。え、こちら、次はイキアワビの方。アワビ、イキアワビ、イキアワビ、生きてんだって、アワビが。
アワビもお酒がお好きみたいなので、はい、そうなんですか、はい、最初お酒飲ませてあげてもらっていいですか。ちょっと待って、ちょっと待ってカメラ行って。アワビにお酒をかける、どういうこと。はい、お酒大好きなの。じゃ喜ぶね。え、ほんと。かけすぎない。おー、おー、あー、自家製のワイン、あら、うわー、ほんとだ、めっちゃすげー。これが喜んでるのか嫌がってるのか分かんないけども、喜んでるっていうことですよね、これは。はい、あー、踊ってます、白ワインかけて。うわ、すごい、すごい。じゃあ、こちらみんなで、はい、調理していきますので。今から、はい、ありがとうございます。しゃぶしゃぶいっちゃっていい。うん、しょうちゃんいいよって。しゃぶしゃぶ、軽くで大丈夫で。もうちょっとかな。はい。うん、ブレンドした。うまっ。うまい。うーん、やばい。めっちゃおいしい。じゃあ俺はこう。おいしいね。これ一丁の贅沢に弱いな。うん、いいと思う。何回やっても大丈夫。いいですか、これ。どうぞ。はい、で、これをこう。おいしい。しゃぶ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 。なにこれ、めっちゃくちゃおいしいわ。たまに合うよ。自分でする。いただきます。ママしてあげようか。うわ、ね、うん、美味しいね。やばいね。やっぱあのお祝いのフグも言ったんですけど、うん、もう一つちょっとお祝いということで、マジでお願いします。何？ちょっとお祝いのタイダブルダイです。塩釜、タイの塩釜。なんだこれ。オランダ煮という煮付けですね。いや、美味しそう。すごい、ジョーちゃん、これ。なんだこれ。そっちが何ですか。オランダ煮という煮付けになります。これタイのオランダ煮ですか。はい、タイのオランダ煮ですね。タイのオランダ煮と、タイの塩釜焼きにします。塩釜焼き。この辺の、うん、あの海のタイはですね、はい、の卵を持ってると、うん、幸運を呼ぶだったりと言われてますんで、うん、はい、よかったら縁起物なんです。縁起物ですね、入ってるかどうかを結構思いっきり。よし、結構思いっきりだって。いいよ、うん、いいよ。めっちゃ飛んでるじゃん。そしたら最後仕上げますね。お願いします。一緒に卵入ってるかな。せーの。うわー、すごい。じゃあ卵入ってるか見てみますか。はい、卵入ってるかな。お、あ、入った、あった、卵が。入ってた、すごい。コロンって出てきた、ほんと卵みたい。入れてるぜ、どこかに入れてるぜ。卵が入ったみたい。入った、いやありがとうございます。ありがとうございます。すごい、これ面白い。こんな形してるんですね。違うわ。え、いや、違うよ。本当だと思ったの、これ。うん、え、違うの。え、タイの卵じゃないの。いや、違いますよ、入れてますから、これは。え、何なんで鶏の卵が出てくるんだよ、魚から。え、これ鶏の卵なの。嘘。え、俺ちょっと、あっと騙されたマジで。え、こういう、なんだろう、マスが張ってんのかなと思ってた。いや、入れてるわけですよ、そうやって。ふわふわで美味しいんじゃない？うまっ！うまっ！いただきます。これには白ワインだね。ね、魚には白ワイン、魚には、うん、白ワイン。美味しい。果実にやばい。じゃあ次はタイのオランダ煮をお持ちしてます。なんでオランダ煮って言うんですか。まあ、南蛮漬けとかああいうのと一緒の類なんですけど、長崎から伝承されたって言われてまして、昔こう南蛮貿易とかしてた時代に、あっちの人はこういう味付けをするよねっていうことで一回素揚げして、そこから煮つけて煮汁がよく染み込むようにということで。うまっ、うまい。これオランダにてでも初めてだな、その素揚げしたやつに味付けするってなんか珍しいね。珍しい、普通そんな調理法ないから。うん、ほんとだ、おいしい。うん、
え、それなんですか。はい、こちら先ほどの身じゃない部分ですね。フグのあなた唐揚げになってます。あ、美味しそう。調理が好きな唐揚げだ。フグの唐揚げだって、しょうちゃん。骨あるよ、正直。骨がある。うん、気をつけてね。ちょっとかじって。うまっ。うん、やわらかい。え、何これ。あれ鶏肉みたいなね。うん。そしてお次、先ほど、はい、あ、踊らせていただいた出たアワビが、アワビさんが入ってます。うわー、見てくださいこれ、こんななっちゃったんだ。アワビ様が、うわー、すごい、うん、うわ、もう柔らかいですね。はい、火を通すともうすごいプリプリになってる。そうなんだ、おいしい。コリコリしてんのかなと思ったけど、おいしい。バター、バターのね。はい、おいしい。はい、失礼します。量がすごいね。すごい。うわー、おいしそう。マダイ、ヤリイカ、カンパチ、タチウオの炙り、ウニ、そしてアナゴですね。はい、うわー、調理が大好きなアナゴじゃん。実はここの近くの漁港がアナゴの水揚げが日本一というか。あ、そうなんだ。え、日本一なの。はい、アナゴ日本一なんだ。出てて食べていい。アナゴはそのままで。このままでた、醤油ってことはいらない。大丈夫、このままで大丈夫。調理が大好き。マジで、そこまで最高。長かったね、今までで一番長いよね、あの最高。いただきます。うん、ウニうまい。うん、カビの大きさがちょうどいい。うん、うわ、おいしい。おいしい。うん、ほんと、脂乗ってますね。そうですね、もう今この時期、うん、はい、まあ、ブリとかと似た魚ですんで、まあ、あのこの時期は特に美味しいですね。美味しい。はい、うまっ。うわー、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 はい、失礼します。はい、デザートでーす。何ですかこれ。あらら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 。いやー、素敵ー。すっげー人気なんですけど。ブリュレだって。え、こっちの方がブリュレ。うまっ。おいしい。私ママもチーズケーキ。これね。うん、チーズケーキめっちゃおいしい。そう。ということで今日は本当にあのいただいた姿勢でありがとうございました。ありがとうございました。もう佐賀からわざわざ来て。いやー、もう知らないこの花輪チャンネルの。本当にございます。一周年なんかをこんな豪勢に、これ贅沢の極みですよ。いや、もうこれは一生食べれないような。またいつでもお待ちしておりますので。はい、ありがとうございました。本当に本当に今回おめでとうございます。ありがとうございます。ということで皆さんもぜひ来てみてください。最高でございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うわ、すごい、美味しそう。美味しそう。うわ、すっごいな、これ。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも何か僕にやってほしい企画などありましたら、ぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。花輪でした。あー。